皆さんは二郎系ラーメン好きですか？個人的に好きな大阪で一番美味しい二郎系ラーメン、絶対にまた食べたくなる歴史を刻みに行ってきました。お店に到着するとこの行列、めちゃくちゃ寒いのにスリッパスタイルの店員さん、そして2時間ぐらい待っていざ入店。このお店では全力で残さず食べることがかっこいいと言われています。キレッキレで仕事に無駄がない店員さん、しかも愛想がいい。そしてラーメンの到着、見た瞬間がっつきたくなるラーメン、このガツンとニンニクが効いたスープに、このプリプリのチャーシュー、豪華にかぶー、うますぎー、そしてうますぎる野菜に、このボリュームがすごい麺、これを見てる人は絶対食べたくなってるはず。夫婦からの麺を使おう、出るか出るか、うますぎー。卵をトッピングして絡ませて食べるのも最高に美味しい二郎系ラーメン、おすすめの食べ方あったらぜひコメント欄で教えてね。